今 JR 東日本グループの旅行商品ダイナミックレールパックでタイムセールやってます。片道分の新幹線代で帰りの新幹線と宿泊代がついてもまだお釣りが来るみたいなすごい値段もあるのです。詳しくはウェブでと言いたいところですが、ここはウェブですので動画概要欄で紹介しております。切符をお受け取り。ダイナミックレールパックの宣伝なんですけれど、今回もいい行程ですよ。軽井沢と草津温泉を巡る1泊2日の温泉旅行という行程になっています。まず出発はですね、9時50分の浅間607号です。上野駅から乗車。上野駅はもう本当に舐めない方がいいんで、早いうちにホームの手前までやってきました。新幹線ホームはすごい地下の深いところにあるんですよ。余裕でまだまだ地下深くまでありますからね。でエスカレーターってまあ、あんま歩かない方がいいという風になってるじゃないですか。これをね、歩かないで下まで行ったら普通に改札のところから5分ぐらいかかりますから、ホームまで。で3度の長いエスカレーターを降りてホームに着きました。また何やら見慣れないものが売ってますね。美味しいのかな。美味しい文化を持ってって書いてあるから、まあ美味しいのかもしれん。あ、今日は成功しましたね。この自販機ね、ちょっといつも宿敵なんですよ。反応しなくて買えないこともあるんで。乗車する新幹線は浅間号です。最近よく登場する E7系。浅間ではなく、その後の白鷹の方が停車駅が少ないし、普通に切符を買う場合は白鷹も浅間も同じ値段なんですが、ツアーで格安ツアーで行っている人の場合は浅間の方がだいぶ安いです。停車駅はその代わり多め。軽井沢まで全部の駅に泊まりながら行くみたいですね。大宮には10時8分に到着いたします。熊谷10時21分、本庄早稲田10時30分、高崎10時40分、安中春奈10時51分、軽井沢11時3分。まもなく軽井沢。降り立った時のひんやりした感じがいいですよね。高原の駅軽井沢に着きました。東京から1時間で着いちゃいますから、ほんと早いですよ。あの山の向こうがですね、群馬県で、今向こうから来たんですけど、関東地方は今日はもうすごい曇ってましたが、軽井沢まで上がってくると天気がいいとのことでした。本当にそうですね。山を越えたら青空が見え始めましたよ。片やこちら側はこのように晴れてます。軽井沢を境に天気がはっきりと変わるんですよね。涼しいさ、いや超涼しいね。こう首元を通り抜けていく風の清らかなこと。風がだんだん強くなってきて、ちょっと寒いんじゃないか心配になるぐらいなんですが、これからね、あとさらに200メートルほど草津温泉までは標高が上がります。今日の行程なんですけれども、まず上野駅から北陸新幹線で軽井沢に着きました。でここからですね、バスなどを乗り継いで草津温泉に向かいます。一発で行けるんですけど、途中に白糸の滝とか浅間牧場といいところがありますので寄って草津へ。で一泊しまして、明日は草津からですね、万座温泉に抜けて、その後 JR 吾妻線の方向にまた進み、帰りは特急列車で上野駅へ帰ろうと思います。で早速バスに乗り換えるんですが、草津温泉ホームに行く2番乗り場ですね、旧軽井沢経由。おお、なんか良さげなバスが来たじゃないですか。このやってきたバスを運行しているのは草軽交通という会社なんですが、もともとは鉄道会社で、この草津と軽井沢の間を3時間で走る鉄道を走らせていたらしいです。でも今はもう自動車の時代、バス会社に鞍替えをして今でも活躍しています。で草津温泉と書いてあって、ここから草津に行けるような感じなんですけど、いかにも草津温泉に行きそうなんですけど、北軽井沢は途中までしか行かないってことですよね。これね、結構なトラップじゃないですか。いい感じです。普通の高速バス仕様。またこのバス停の横にもですね、廃線跡がありまして、1997年までおよそ100年にわたって東京方面と信州を結び続けた信越本線の廃線跡です。いわゆる碓氷峠の廃線跡ですね。他にも昔の軽井沢駅舎とかも残っています。あれ確かそうですよね、あれイミテーションだったかな、本物だったと思いますよ確か。そこいら中に別荘の情報を書いた不動産屋さんとかもあって、軽井沢感があります。まだまだ新緑の時期ですね、軽井沢は。これで草津温泉に行くわけではなく、せっかくですから途中のバス停なども降りながら軽井沢を楽しみつつ草津にアクセスするという行き方がいいでしょう。乗って5分で到着しました。旧軽井沢で降ります。なんとなんと、あろうことかこの旧軽井沢で全員降りてしまいました。あのバスまだまだ群馬県の方まで行くんですけど、本当なんか軽々走ってんの見ていてちょっと悲しくなりますね。まあ大丈夫かどうか知りませんが、この後の便に乗ります。今11時24分なんですけど、12時44分の1時間20分後の便は草津温泉まで行くんですよね。まあいい天気だから来たんですけどね、軽井沢に。
ダイナミックレールパックの素晴らしいところですよ。予約は一昨日したんですけれども、行きの新幹線と帰りの特急草津温泉の宿の予約全部合わせてですね、普通に予約するより1人頭5000円も安くなりました。すごいよね。ここ旧軽井沢と呼ばれております。この道筋は江戸時代に日本橋と京都の間を結んでいた中山道のその通る場所そのものです。だから旧軽井沢と呼ばれてるんですね。前回自転車でここまでやってきた時に来たいいお店があったのでまた来ました。非常に良かったですよ。パン屋さんらしいんですけど、パンを中心にした普通の洋風レストランメニューを出してくれてまして、めちゃくちゃ美味しかったです。前来た時サラダとパン付きでだいたいこういう風な、僕はビーフシチューにしたんですけれども、これ前にこの2つ頼んだのちょっと頼みすぎだったけどな。美味しさの割にはだいぶ良心的な価格だと感じてます。このパンがめちゃくちゃ美味しいんですよ。これ本当いいですよ。僕は他の人と相席にならなさそうなテラス席にしたんですけど、屋内の雰囲気もうすごくいいですよね。まさに軽井沢に来たという感じがするところです。ゴロッとしたね、結構いい感じのビーフシチューが来たんですけど、ビーフシチューというかステーキみたいな感じのが来たんですが、こちらはねピザなんですけど、すごいですね。すごい赤ワインの味、ワイン飲んでるみたいだわ。超うまい。ベーカリーコーナーもあって、普通のカフェでお食事する1000円ぐらいの予算でもですね、十分楽しめるところなんじゃないかと思います。安いですよね。若干時間が余っていたので旧宿場町の方に来ました。今でもこんなに賑わってます。でも山を越えて東京の方まで歩いていくのは相当大変ですよ。今の時期は足にヒルがくっついてもう血を吸われまくるしね。時間つぶしにはこと書きません。今度のやつは草津温泉って書いてないバージョンなんだな。これに書いておけばいいのにね。白糸の滝というところが途中にありまして、ここは寄っていくべきだと思いますね。ちょうどね面白い路線図がありましたが、軽井沢駅前から乗ってすぐの旧軽井沢で一旦降りてご飯を食べた後、有料道路に入って今白糸の滝まで来ました。この先峰の茶屋浅間牧場北軽井沢と経由して草津温泉へ向かいます。こんな感じです。でこれをねずっと遡っていけばいいんですけど、そして着きました。ここが白糸の滝ですが、すごいところですよね。ちょっと虫が多すぎるのが気になります。アブとかがいっぱいブンブン飛んできてすごい数です。また犬も多いですよね。ここからの野生の犬ではないんですけれども、軽井沢はなんかあの犬が流行ってるのかね、犬連れの方が非常に多い印象。街の中でもしょっちゅう犬に出くわします。ここのお水の湧き方はとても特殊で、地下水、伏流水みたいなやつが地下からまさに地上に湧き現れるその瞬間を今ここで見ているわけです。浅間山のふもとに降ったお水がずっと地下を流れてきて、ちょうどここがですね大きくその地質が割れるところらしく、突然水が申し合わせたかのようにここで地表に現れる今その瞬間を見ています。何でも雨として山の斜面に降ってからおよそ6年ほどかけてここに出るのではないかと言われているのだそうです。他にも地筋の滝という場所があります。あそこもなかなか素晴らしいところで同じような仕組みなんですが、ここはもうすごすぎ。今は梅雨だから水の量が多いのかなとか思ったんですが、6年かけて地表に出ると言われるほど昔雨として降った水がようやくここから現れているわけですから、水の量はどうも年間を通してそうは変わらないのだそうです。冬もそうなのかな、変わらずに出てくるんでしょうかね。すくったような美しさ、これが壁一面長く長く続きます。身近な滝がこんなところに、これ面白いですよね。ここ本当ちょうどこの岩の隙間あたりからこちらへ現れてるわけですね。へえ、面白いですわ。これはつまり
川が垂直落下しているのが多くの滝なんですけれど、そうじゃなくてでかくて長い遊水地なんですよね。すごいすごい、これなんかもう岩から水が生成されているような光景です。この辺はね、なんかあんまりアブがいません。多分水の流れが激しいんで、ここで生育することはちょっと難しいんでしょうね。あっちの大きな水たまりのところはアブだらけです。やばいことになってます。足元を見るとなんか随分ゴロゴロした、ゴロゴロって軽石みたいなのが目立つんで、やっぱり浅間山の麓ならではの地質が関係してるんでしょうね。ここで地上に現れた水たちは流れて千曲川、信濃川に合流し、最後は佐渡汽船の出発する新潟港、磐梯の海に進むそうです。こんなに綺麗な滝はなかなかありませんよ。次は13時33分です。ただこれはまた例によって草津まで行かないので、草津まで行くとなるともう14時3分まで待たないといけないんですが、まあ大丈夫。もう全部見終えてですね、そろそろ出発というところだったんですが、今気づいたんですが、に岩名ご予約受けたまります。予約式の岩名通話ですね。滝を見に行く前にここで予約しておくと、横でこの水槽に詰められているこの岩名を焼いといてくれて、で焼いた岩名を帰ってきたらば食べればいい、便利なサービスですね。次のバスが来ました。今度のバスはもうガラガラですね。今3人しか乗っていません。草津温泉まで行く便だと結構混雑するみたいなんですけれど、草津に行かないバスはもうこんななんですね。その滝に来たのはこれで2回目なんですけれども、1回目の時の動画も出てまして、まあ、こんな感じなんですが、その時はね、白糸の滝から草津温泉を目指して頑張って移動してたんですけど、お金全然なかったんでヒッチハイクをしまくってたんですよね。この道はね、一度ヒッチハイクで通ったことあるんですけど、こんなもうなんか髪も全然切らず怪しい感じの男がヒッチハイクしててよく乗せてくれましたよね。その乗せてくださった方はあの超高級車、あのポルシェのカイエンというやつで、ね、乗っててね、これすごいいい車ですよねって聞いたら、あ、まあそこら辺の車よりは、うん、ちょっといいやつかなみたいなことを言ってね、すごいなんか感じの良さそうな綺麗なお金持ちの方でした。まだね、5月ぐらいの冬の寒さが残ってる時期だったら多分アブもいないんですけど、6月、7月、夏にかけて多分もう虫の嫌いな方は白糸の滝行かない方がいいですよ。バス停の名前、県境という名前のところを過ぎた頃から群馬県嬬恋村に入ります。また時間つぶしがてらにですね、いいところに寄ります。時間つぶしなんて言ったら失礼ですね。浅間牧場という場所がありますが、5年前にポルシェカイエンでですね、教えてくださったそのお金持ちの紳士の方曰く、ここのソフトクリームはとても美味しいんですよみたいな感じだったんですよね。そうですか、その時にじゃあいつか行ってみますと言ってたのを5年ぶりにですね、実際に食べに来ることになりました。なんかそこに浅間牧場茶屋というのがあるんですけど、そこで食べる人が多く、みんな美味しいとネットに書いてありました。これで合ってんのかな。これが実物なんですけど、色が白くないの分かります。なんかちょっとこうクリーム色みたいなね、なってるんで、おおおお。チーズ食べてるみたいですね、美味しいわ。食べる席がいっぱいあるんですけど、僕の席だけなぜかこれハエ取りそうですよね。ハエ取りそうが置いてあるから、ここは当たりだな。浅間牧場ってのは普通に雰囲気のいい牧場なんだそうで、浅間山とかもね、綺麗に上の方に行けば見えるらしいんですけど、まあ、車とかじゃないとちょっと30分のバスの間に寄るってのは厳しいのかな。こちらの茶屋の方でもですね、いろいろ動物を飼っています。ヤギに羊がいますわ。すいません、ちょっとここのソフトクリームの味はどうですか。無言か。あそこでなんかね、うめえとか言ってくれるという方、なんか言うんじゃないかと思ったんですけど、言ってくれませんでした。まあ正直暇つぶしにはことかかんのところです。二輪車展示館とかなんか相当いろいろあるみたい。ちなみに浅間牧場のあるここは北軽井沢という地区ですが、実は北軽井沢というのは本当の軽井沢ではなくて、もうすでに群馬県に入っています。軽井沢の北という感じですね。急行のバスもありまして、今乗り込んだこのバスは急行です。
ス車内では草津節が流されていますが、これはまあこの後草津温泉に行っても多分聞く機会があると思うんですけど、この道でもね確かメロディーラインとか言ってタイヤが上を通過すると草津節が流れるところがあったはず。確かねこの辺だったと思うんですけど、あったあった、ここ草津節で、ここ草津節メロディーラインって書いてあるでしょ。部屋から離れた場所に座ってたからか分かりませんけど、全然分かりませんでしたね。着きました。ここが草津温泉駅、 JR バス関東の自動車駅というところで、列車はやってきませんが駅のようにして活躍しています。ちょうど旅館のチェックインが始まる3時頃到着、我ながら素晴らしい工程を組んだと思います。ここから出る各方面のバスは JR の特急連絡長野原草津口行きのバス、そして東京までの直行バスタ新宿行き上州ゆめぐり号というのがあります。この上州ゆめぐり号は安くて割引を使えば3000円ちょっとで新宿まで行くことができてしまいます。乗り換えは必要ありません。しかし今回紹介してきたダイナミックレールパックを使えばですね、あの上州ゆめぐり号とほぼ変わらない値段で鉄道利用で来られるはずです。窓口もあるし草津温泉駅と本当に普通に書いてあります。自動車駅珍しいですよね。まず草津温泉に着いたらですね、真っ先に行くべき場所といえばここでしょうね。誰もがそうだと思いますが湯畑というところに行きます。草津温泉標高1200メートルぐらいの不便な土地にありますが、今でもですね衰退していない、むしろ勢いを増し続けているすごいところです。3年ぶりかな、いやー来るたんびに心がワクワクしますね。ここが草津温泉の湯畑です。マスクの時代になってからやってきたのは初めてですが、マスクなど何の意味もなさない強烈な硫黄の香り、温泉に来たという気分が高まります。本当にすごいですよ。ここからですね80度とか90度ぐらいの高温の成分の濃いお湯がものすごい量を湧いています。自然に湧出する温泉の量として草津温泉が日本で一番、毎分36000トンだったかな。湯畑からですね最も近い旅館ですね、今日泊まる旅館はあそこの大東館というところです。まあ、見たところ施設はそんなに新しくはなさそうなんですけれども、値段は安くてですね、結構いい雰囲気の昔ながらの旅館だという話です。ちなみに行きの新幹線と帰りの特急と一泊朝食付きでですね1万5200円という随分な安い値段で予約できました。とりあえず湯畑は一周した方がいいでしょう。ここからね向こうの方が湯畑はもう崖のようにしていきなり下にズドンと落ちています。この木の問いの中に草津温泉の成分の大変濃いお湯が入ってるんですけれども、わー素晴らしい。何をとっても草津温泉最高ですよね。全国いろんな温泉地に行きましたけどね、やっぱり、まあ、西の別府と草津がツートップかなと思います。どこか一つというなら草津温泉ですよね。やっぱり東の温泉番付大関草津温泉が当然のように江戸時代はランクインしていたそうです。今でもそうでしょう。まさにこれこそ草津温泉を象徴する景色かと思います。ちなみに冬に来た時もあるんですけど、冬もいいんですがちょっとね温泉の湯煙がものすごくなっちゃって何が何だかわからないので、写真を撮ったり景色を見たりするなら夏のがいいかもね。吹き下ろしてくる風は涼しかったり生暖かったりします。温泉の熱はものすごいんですけど気温自体は21度、この時期にしては涼しいですね。早速荷物を置いていきたいと思います。それねチェックインもしたんですけども、一泊一人8000円ぐらいで朝食付きですから結構安いです。でも立地は超いいので相当まあ本当にお安いんですが、こういう感じ10畳かな、一般的な温泉旅館の広さかなと思います。で、まああんまりリニューアルとかはしてない感じなので、こういうところが剥がれていたりとかですね、そういうのはまあ正直あるんですけれども、全然僕はいいと思いますね。むしろなんか歴史を感じるその昔ながらの温泉旅館という感じでお客さんもいっぱい泊まっているので、僕はこういうところが、ね、すごい好きです。窓の外の景色が
湯畑側ではなかったんですけれども、うん、でもあのすぐ裏が崖とかのちょっと心配な立地ではなかったので個人的にはもう十分かなと思います。もう草津温泉はね、あのなんか旅館、いい旅館ももちろんあるんですけど、あのそこら中に温泉があるんで、なんかあんまりどこの宿に泊まるとか僕はこだわる必要ないと思うんですよね。それぐらい素晴らしいところです。これいいですね、このストーブ。昔のいつから使ってるんでしょう。このフィルターってカタカナで書いてあります。月2回掃除してください。まあ多分月2回掃除して長年使われ続けてるんでしょう。お部屋の鍵はこういう感じね。で、お菓子がなぜかやたら大量にあります。これいつもそうなのかわかんないですけど、4人分ありますね。古風な感じで、僕の趣味はもうめちゃめちゃ合ってるんですよ。本当旅館の目の前が湯畑ってのは立地がいいですよ。部屋からですね、4分ぐらいで着きました。ここは湯もみショーというのが見られるところなんですけれども、本当冗談抜きに捨てるほどお湯がある草津温泉ではですね、人が入る向けではない温泉も普通にありまして、ここでお湯が沸いている湯船があるんですけれども、これは基本的に見せ物のためだけに設置されているものだそうです。今からここで温泉ショーをやるんですけれども、それを見るためにですね、お客さんが集まってるんですが、みんな1階席の方にいるな。この2階席の存在がね、あまり目立たないんで多分みんな気づいてないんですよね。2階から見た方がいいと思います。 2階の子にこのいっぱい席があるのに誰もいないんですよ。見ましょう。早速先ほどの草津節を披露してくれるんですが、昔の江戸時代とかの頃はですね、集団で作業をする時の掛け声として歌というのがとても大切だったそうです。草津温泉はもうこの天然の火山の下から湧いてくるかなり成分の濃いいいお湯なんですけれども、その代わり温度がめちゃめちゃ高い。いい温泉地にはよくあることですが、その温度は100度手前ぐらいまで上がってしまうこともあるそうです。ここにですね、一人号令をかける方がいるんですけど、この方が湯長もしくは昔隊長と呼んでいたそうです。この方が仕切ってですね、今ここのお湯の温度は51度ほどに高まってしまっているんだそうですが、それをかき混ぜることによって48度とかそれぐらいまで下げて、みんなで協力してお湯を下げるための作業の温度として草津節が昔必要だったのだそうです。で、これはまだね、一番最初のウォーミングアップみたいな感じなんですね。これで温度が下がるのかっていうと、まあ多分これだけではそこまでは下がらないでしょう。見どころはこの後になります。さて今度は演目2つ目、湯もみ歌です。そろそろ来るかな。これですね、これこそまさに草津温泉の見るべき湯もみの光景です。こういったことを延々と繰り返すことで、とても暑くて入浴することのできない温度の高い浴槽の温度をなるべく下げるわけです。で、これを下げた後、試着で頭に30杯程度お湯をかけて、それで体を熱いお湯に慣らし、その後全員で時間を計って集団入浴をするのが草津ならではの文化、時間湯と呼ばれるものです。今でもどっかで体験することは多分できると思います。16時30分が最終回。最終回はゾーンもさっきよりも随分混んでいるように見えますね。じゃあここで草津温泉の凄さをもうちょっと分かるように説明したいと思います。あそこ木でくくった枠の中からですね、水がボコ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 と湧いているのが分かりますが、まあ、およそ95度ぐらいの高温の成分の濃いお湯が今地下から湧き上がっているところです。で、ここに黄色いのがたくさんありますが、これが温泉の成分の沈殿した湯の花です。この湯畑は湯の花を生産するための天然の性質を生かした設備として使ってきたわけですが、ここにですね、ずらっと木の問いが並んでいて、そこに温泉が通されることになっています。そしてその木の問いのところを長く通るところにたくさん湯の花が沈殿しやすい作りになっています。で、定期的にここに流れる温泉を止めて沈殿した湯の花を採取していくということをやっています。これは見せ物ではなく本当に今でもやっていて、一番左のラインを見るとここだけはですね、湯の花があまり付着していないのですが、おそらく比較的最近ここで湯の花を取ったのでまだ沈殿していないのだろうと思います。
その作業に使うであろうもの、あそこら辺に置いてあるのが見えます。そしてその湯の花の沈殿ラインを抜けた後、さらにお湯が滝のようにして下に落ちていきますが、これはまあこのように落ちることによって湯もみみたいな効果も発揮してるんじゃないですかね。ここで温度を下げた後、さらにこのお湯はどこに行くのかというと、まあ、各旅館などに配当されていってですね、例えば我が大東館の大浴場にもこの湯畑の源泉がその後引かれているのだそうです。またここに緑色の苔みたいなのがたくさん生えていますけれども、これなんかね、なかなか貴重な苔らしくて、草津温泉のように酸性度が極めて高いところで生育する珍しい植物だと聞いています。草津温泉の pH、ペーハードはですね、多分レモン汁と同じぐらいなんじゃないですかね。飲むと酸っぱいし、肌の切り傷のところに当たるとかなり染みます。そんな強酸性の草津温泉、コロナ禍ならではの面白い PR をやっています。新型コロナウイルス不活化の効果があるのだそうです。硫酸の水溶液や水道水の何倍もですね、殺菌の能力が高い。1分間草津温泉のこの手に温泉水に触れていれば、コロナウイルスは 99% 死滅するのだそうです。ちょっと暑いんですけどね。除菌アルコールいらず。このね、この間はいいんですけど、手がもうめちゃめちゃ多分溶けてるんで、強酸でめちゃめちゃ酸っぱいし、なんか鉄の味がするしね。手が石鹸で洗った後みたいにギシギシするんですよ。石鹸より効果あるんじゃないかな、とすると。手もね、よくちょっと乾かしてからビデオカメラとかを持たないと、下手するとカメラがなんかおかしいことになるかもしれないですからね。また湯畑のお湯の源はここで囲われている中で、ここでですね、猛烈な勢いで自噴しているんですけれども、これはすごい光景なんですが、草津温泉はこの源泉が無数にありまして、ここの湯畑の系統とですね、向こうの熱の湯、さっき湯もみショーを見たところの温泉の系統は別系統なのです。向こうはあっちにですね、別の白旗源泉、なんか白旗源泉というのがありまして、あそこからのお湯を引いています。そこら中で湧きまくってるところなかなかないですよ。こっちがその別の源泉ですが、またこの枠の中からお湯が湧きまくっているのが分かります。なんかここはね、透明なんですけれど、ここにあるですね、この無料の公衆浴場の中にお湯が引かれていまして、ただで勝手に入浴できるんですが、その中のお湯はすごい白く濁ってるんですよね。これなんで違いがあるのか分からないですが、またやはりここをトレビの泉に見立てて効果を投げ込んでいる人がいますが、もう跡形もなくなっています。よく見たらそこにお金を投げ入れないでくださいと書いてあるんですが、まあ、みんなそれ読んでないのか、ここにお金入れまくってるんですけど、日本語読めないような感じの人も入れてるのかな。海外のお金もあります。で、あそこに湯畑源泉があり、ここに白旗源泉があって、さらにですね、ここにまた足湯があるんですけど、これ昔なかったの、増えたんですね。もう足湯とかそこら中に草津ありますけどね。また綿の湯源泉というやつで、これもまた別系統なんですよ。これ多分ちょっと量が少なめの源泉なんだと思うんですけど、これだけで3つさらにありますよ。草津温泉でお湯の湧いている地区の数はもうとどまることを知りません。もうそこら中どこでも湧いています。ちょうどこのまま西の河原通りとか公園の方まで行けるんでしょうね。西の河原か、西の河原の方に向かうと昔風の古い建物がたくさん残っています。実際多分昔からあるやつでしょうね。この奈良屋とかもそうですよ。このね、西の河原通りのところを進んでいくと、長寿店っていう饅頭屋があるんですが、あれいない、いますよね。饅頭を配ってるね、おじいさんがいるんですよ。これがね、コミュニケーション能力の良い練習になります。まんじゅうをタダでくれるんですよ。もうこれはもう半強制的にくれます。アレルギーとか言えば、まあ、もらえないと思いますけど。で、これは何のために売ってるかというと分かると思うんですけど、僕今まで草津温泉に来て、あそこで多分累計で10個は多分もうまんじゅうをもらってると思うんですけど、これ美味しいんですよ。出来たてでね、ほかほかで、うまい、いい温泉まんじゅうなんですよ。で、まんじゅうはまだいいんですけど、その後にね、まんじゅうを受け取ると、続いて湯飲みに入ってなんかお茶が出てくるんですよ。で、それもはいどうぞみたいな、まあ確かにお茶と一緒に飲めばよりね、美味しく感じると思うんですが、それお茶は湯飲みに入ってるから、そうするとあの店に寄らなきゃいけないわけじゃないですか。で、なんなら奥に椅子があってですね、で、あ、どうぞどうぞ、ここ座って食べてってゆっくりねみたいなことを言われるんですよ。で、買えとは一言も別に言われないんですけれども、まああとは分かるよねみたいな感じですね。超気まずい雰囲気がそこには形成されているので、じゃあ買っちゃうかみたいな感じで饅頭を売るのがあの店の作戦なわけです。僕はそれの作戦に絶対に乗るまいと思ってですね、16歳の頃からあそこで饅頭をもらっていますが、買ったことは今のところ一度もありません。お、ここにもまた手洗いのやつが。熱くないですね。
これ面白いですね。前はね、こういう手洗いの湯とかなかったんですよ。コロナ禍ならではの楽しい場所になりました。ともかく来ました、この西の河原公園というところは、上の方で湧いた温泉がですね、川のようにして流れているところで、実際これも多分温泉の川なんじゃないかな。本当の川もありますけどね、そこら中に温泉が流れている不思議なところです。ちょうどここがまた多分一つの小さな源泉みたいになってるんじゃないですかね。この場で湧いたお湯がですね、下に今流れていって、日当たりがいいもんだから強酸性を好む苔がたくさん生えて独特の景観を呈しています。僕覚えてないんですけど、確か別にそんな触れないような温度ではなかったと思います。いや気をつけないとね、80度とかのお湯が流れてくる可能性あるんで。あ、大丈夫。ちょうど適温ぐらいかなですね。もう完全に温泉ですわ。舐めるとね、やっぱりめちゃくちゃ酸っぱいです。ちなみに先ほどのおまんじゅう屋さんで僕はどうしたのかというと、あ、すいません、もうじきね雨が降りそうじゃないですか、だからちょっとお茶今飲むよりちょっと先に行った方がいいと思うんですよね、すいません、また通りますんでみたいなこと言って、とりあえず抜けてきました。そこいら中で湧きまくってます。これもおよそ自然界にはなさそうな色でこんな風になってますけれど、もうなんかね、とんでもなくやばいお水なんじゃないかって気がするんですが、実際このお水がまともな水なはずはないわけでありまして、まあそれは綺麗なね、普通の草津温泉のお湯なんですけれども、pH 1とかのそんなものを仮に例えば飲みまくってたら体おかしいことになるでしょうね。しかし匂い、趣、全てにおいて最上位の素晴らしいお湯です。やばくないかと思いますけどね、こんなお湯が大量に。おお、温泉地といってもお湯はやっぱり無尽蔵に湧き出てくるわけではなくて、ある程度量に限界があったりとかしてですね、それをまあ結構大切に使っているというところが多いんじゃないかと思うんですけれども、草津温泉に関しては湯量が少なくて困ってしまうみたいなことは到底起こりえなさそうです。今日軽井沢でも豊富なお水の湧いているところを見ましたけれども、草津はこの近くに火山があるし、またお水の量も豊富なもんだから、もうここ画面に映ってるのは 3列にこう分かれてますけど、この3列ともに全部温泉でひたひたですよ。靴とか浸したらちょっと綺麗になるんじゃないですか。おお、ちょっと思ったより量が多かった。全てにおいて普通ではない温泉地だと思います。まだ1回も風呂には使っていないのに、もう温泉地を満喫した気分です。上流になるともう暑くて、この植物は大丈夫、もうお湯に手入れられませんわ。あ、まだまだギリいけるか。いやー、でもこれは低温やけどコースでしょう。1分あたりおよそ1トンほどの湧出量があるそうです。ここ川が二股に分かれてるんですけど、なんかガチで行ったらやばそうな場所が ありますね。こんな場所あったんだ、知らなかった。あんまこっち見たことなかったんですけど、高熱気立ち入り禁止。おお、湯畑並みのやばい温度なんでしょうね。露天風呂です。しかし今日はやっていません。なんかね、メンテナンス休館らしいです。僕はもう何回も行ったことがあるし、中も撮影ができないからね、まあいいんですけど、相当ここ立派です。うおー、ブーンとなんかでかい虫が来ましたね。入浴料は600円、割引になるやつも多分そこら中に配ってるんじゃないかな。この温泉がナチュラルに自分の前後のところを通り抜けていくベンチとか多分他にはないでしょう。これも温泉ですよ。これね、温泉と共にある町、すごいとこですよね。温泉まんじゅうの配布のところまでまた戻ってきました。結構ね、暗くなってもまだ配ってます。実はあのおじさん結構親切なんじゃないかっていう説はね、前から持ってるんですけど、そのまんじゅうを配ってる店の反対側に、なんかお猿が湯もみをするお店みたいなのがデビューしたらしいんですが、面白そうだよね。今日はやってないみたいです。おじさん全然圧をかけてこなかったんで、それはなんか意外なところだったんですが、前にね、おじさんに嘘言って、いや、すいません、もう買っちゃったんですよって言ったらね、あ、正直にありがとうね、でも食べいいよ、食べてってって言ってね、一回くれたことあって、お、なんか意外と優しいんだなとか感激したことあるんで、いつか一回買ってあげようと思ってるんですけどね、味は全然悪くないと思います。すごい、こういうのもあるんですね。JR バス関東のマイクロだ。初めて見ましたよ、マイクロのツバメマークのバスなんて。貸し切りって書いてあるけどね。この長野原草津界隈では、JR バスが昔から活躍しています。10分ぐらい歩いてですね、宮田屋食堂ってすごい安いところに来たんですけども、あら、まあいろいろね、ご事情もありますからね、草津の割にはすごい費用対効果も高く、とても美味しい場所なんだと聞いていましたが、あら、やってないもんしょうがないですね。
ちょっと結構ね登ってきて疲れたんですけど、その行くことのできなかったご飯屋さんの近くには大滝の湯とか植物園とかがありまして、まあ、草津ではねあんまり温泉にお金払って入るみたいな感覚僕はないんですけど、タダで入れるところがたくさんあるんですけども、まあ、だからこそこういう有料系の日帰り温泉施設の質はどれも非常に高いです。ここの入館料は大人900円もかかります。しかし休憩所とかもかなり充実していて、夜9時までやっているそうです。合わせ湯って言うんですね。なんか確かね温度がなんか徐々に上げていくみたいなやつじゃなかったかな。下の方からお湯の温度が下がってるんじゃない、多分。裏手にも無料の共同湯が普通にあります、まあ、こんな感じですよね。で勝手に入って使うということです。もちろん地域ならではのマナーとかもあります。いやまあでも普通の温泉マナーを守れば別に問題はないですかね。町内に18カ所ぐらい無料で入れる温泉があるらしいです。温泉付きの宿だらけ。温泉がついてないのはもうここの信用金庫ぐらいじゃないですか。水の音がしていますが、こういうところには全部温泉が流れているわけですね。おー、ここもすごい雰囲気だ。あ、ここが大阪屋ですね。ここにしようかなとも考えていたのでした。1万円増しぐらいになるのかな、今回の旅行の予算で。その横にもまた無料の公衆温泉、千代の湯というのがあります。疲れたんで宿のお隣にあるここで食事しようと思います。二八そば、うどん、白旗源泉、飲食店にまで温泉がついているのか。草津温泉ではそういうこともあり得ると思ったんですが、どうもここは宿泊施設もやってるらしいです。山で採れた三つ葉をサービスしてくれました。うまそう。群馬県のやつなんですかね。舞茸をですね、あの名物とした天ぷらそばを出してもらいました。すぐ出てきましたよ。うちのスタッフもね、なんかキノコが嫌いらしいんですけど、こう美味しいから食べた方がいいですよって言ってね、食わしたのにキノコと思えないぐらい美味しいって言ってました。いや、パワハラになっちゃったら申し訳ないんだけど、多分本当に美味しい。でも100日舞茸、通常舞茸は50日で出荷するらしいんですけど、100日かけて栽培する群馬県の特産品で伊香保温泉のあたりで栽培しているらしいです。超うまい。そばもですね、それからわさびも結構量があるんですけども、入れてもあんまり味が濃く感じないけど、香りは高い。どれもいい香り。素晴らしいわ。なんか100日舞茸って卸値でも1個あたり1000円とか、なんかすごい値段らしくてですね、ちょっと、まあ、間違ってなければなんですけど、1650円のあの舞茸天ざるうどんも十分値段としてはねお買い得なのかなと思いました。本当にうまかったですね。で今湯畑が一番綺麗な時間になってきています。この時間になると湯畑のライトアップが始まります。ちょうどね逆光向きにうまくやってくれるもんだから、湯煙が大層目立ちます。今の湯畑をデザインしたのは、芸術は爆発だ、太陽の塔で知られる岡本太郎さんだそうです。湯畑のかっこいい写真の撮り方なんですけど、まあ、夕方の真っ暗になりきらない時間で、あとね手をねこう上から伸ばして見下ろすような感じで撮ると、お湯の問いが流れているのが分かれていいと思います。日が落ちるのは標高の高い山ばかりですから早くてですね、7時20分にはもうだいぶ夜になってきているんですが、多分ね、あ、やっぱ敷いてくれてますね。草津温泉って割と僕の中でのイメージですが、あの温度がすごい高いんですよね。もううわーっつ、どうやって入んの、よし入るぞ、うわーみたいな感じでいつも入ってるんですけど、あ、いいじゃんみたいな感じで入れました。まあ僕にとってはそれでもちょっと熱めでしたが、多分世間の一般的な温度ぐらいになってると思います。だからね、何回も入ることができるし、長く草津のお湯を楽しむことができてよかったです。でさすがに中を取ることはできないですけど、ちょっとパンフレットがここにあったんですが、こういう風になってですね、で真ん中のこの穴からボン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 お湯がもう湧きまくってるんですよ。で、湯船に大量に供給されて、湯船からお湯がこう溢れまくってるみたいな感じのところです。まあ当然ですね、温泉成分を薄めないために加水もしないし、まあ加温をする必要もないですし、循環とかね、そういうのも何もやってない。もうそもそも温泉自体があの消毒液みたいな殺菌性能を持ってるわけですが、
で、温度の調整どうやってるんですかっていうのをちょっと受付の方にお聞きしたら詳しく教えてくださったんですけど、なんかね、その温度調節をそのするなんか職人の方がなんかいるらしいんですよね。でそのもう究極のプロの技みたいな熟練の技を使ってこうなんかバルブをこうなんか何センチか何ミリ開けるみたいなのをこう微調整して、それで、温泉の適温を設定しているんだそうです。要はその湯畑の方からお湯を引いてくるわけですけど、それをどのくらいのペースで湯船に供給するかによって温度が変化するというわけですね。あとはもう肌がですね超すべすべツルツルというか、なんていうんですか、なんか肌にちょっと油とかがやっぱりこうついてると思うんですけど、なんかかけ湯とかしただけで全部それらが洗い流される。石鹸とかって多分必要ないですよね。石鹸の仕組みって要はその皮膚の一部を溶かして、それによってあの体の表面を落とすでもらうと思うんですけど、草津温泉もその皮膚の一部を溶かす性能を楽々持ってると思うから、多分石鹸の水に使っているようなものだと思います。なんか熱さらですね。あ、だんだん音が小さくなっていく。これ何？なんか外からめちゃめちゃ音楽が聞こえてきたんですけど、だんだん小さくなっていく。この時間になると予報通り雨が降ってきてるんですが、外から雨の音が響くのが素晴らしいです。雨の匂いが部屋の中に入ってきますが、それ以上に湯畑の温泉の匂いだな。そこで湯畑がもうもう煙を上げています。廊下や部屋の中もすごい温泉の香りで包まれてますわ。いい雰囲気の旅館ですよね。本当セッターが置いてあって自由に使えるようになってるみたいです。雨の草津も素晴らしいんでね、特に夜の雨がいいんじゃないかな。ありがたいことに貸し出しの傘もあります。もう夜の10時過ぎになっています。ちなみに何でも部屋のスリッパで外へ出ることも別に OK らしいです。湿度が上がってきたからか、すごいすごい湯畑からもうもう。いいライトアップだ。昔は一つの旅館だったのかなと思いますが、今はですね亀の井ホテルとかですね、エピナール那須、それから湯西川の平家本陣とかマイステイズ宇都宮、そうマイステイズ系列ですね、このマイステイズ系の旅館の一角として今営業しているそうです。そのグループになっているそうです。で、あとねちょっと綺麗なところあまり僕紹介できてないんですけど、12畳プラス6畳の特別室はこんな綺麗にリニューアルされているらしく、また温泉もちょっと今回ねさすがに器は効かないに取れてないですけども、すごい綺麗に改装されていますから、ここもねすごい良かったですし、あと明日行くことができるのかな。お食事どころもいいみたいですね。夕食もなんかこんな感じだったのかな。舞茸マリネとかすごい美味しそうですよね。夕食バイキング多分こういうんだったんでしょう。さっきの舞茸の天ぷらも美味しかったですけどね。はい、そして翌朝になりました。おはようございます。湯畑を見下ろせるお寺の上のところからですね、階段から見てるんですけれども、朝ごはんをね食べてきたんですが、すごかったですよ。このシウンレストランというところなんですけど、あ、こういういい雰囲気のところだなと思って行くとですね、県産の野菜がこう並んでたりとかですね、あといいホテルになるとオムレツを作ってくれるっていうのがあると思うんですけど、それみたいなおにぎりを作ってくれるおばさんがいてですね、おばあちゃんの出来たておにぎりって書いてある、おばあちゃんって年ではないだろうという感じが作ってくださったんですけど、とかですね、品数がもう豊富に豊富、ものすごい数あって、パンとかですね、一般的なあの洋食メニューもありました。ちょっとこれ真ん中のやつだけ切らしてるんですけれども、他にもちまきとかですね、全部すごい美味しそうだったんですが、で群馬県産の舞茸とかそういう名物を使った料理がたくさんありまして、つまごいキャベツもですねすごい甘くて美味しかったですね。群馬の一品朝食コーナー、確かに群馬を味わえるようなものばかりでした。お切り込みに名物のこんにゃく、こんなにたくさん取ってですね、湯豆腐も確かこの草津の昔からやってるお店のやつなのかな、で作ってもらったおにぎりもうまく、あとは地元の結構いい卵らしいです、温泉卵なども出してもらいました。あとはしらすにこんな風なですね、ちょっと違うお魚が味系のやつかな入っていたのも面白かったです。ちょっと散歩したりこの石段登ったりするだけでも妙に疲れるなと思って、もうすぐ疲れちゃいますよねってうちの社員と話してたんですけど、スーさんそれはあれですよ、標高が1000メートルもあるからじゃないですか。なるほどね、やっぱちょっと高地なんで疲れるんでしょうね。で今日はねさらに上の方まで登っていく予定です。昨日泊まった大東館ですが、ここはね明治10年創業らしく、とんでもない老舗旅館でした。145年間営業を続けています。
何でもかだいぶ先進的なところだったらしく、湯畑に水力発電装置をセットしてですね、で草津温泉の中でもいち早く電気を使えるようにしたのだけれども、この共産性の温泉ですからすぐに金属も腐食してしまって、たちまち電気設備は使えなくなってしまったという話もあったらしいです。ちょうど湯の花の採取を行っているところかな、整備でしょうかね。採取した湯の花がここで袋に詰めてたくさん保管されてますわ。昔は硫黄ってのは 何に使ってたのかな、火薬とかにも使えていたのかな。今よりももっと使う範囲は広かったと思います。今やっぱ入浴剤ですかね。もうちょっと寄り道をしていきます。松村まんじゅうが今日は営業してる、ここは有名なまんじゅう屋ですね。知名度のあるまんじゅう屋というと、ここの松村か、あとはまんじゅうを配ってくる長寿店のどちらかだと思います。その長寿店の手前のところにお猿のあれが見物するところがあるので、いや、あの猿回しすごい面白かったです。びっくりするくらい良くてね、草津来たら毎回あれ皆さん見て帰ったらいいんじゃないですかというぐらいに良かったんですけれども、あんまりねなんかお客さんが時間帯なのか季節なのかいなかったので、逆に動画細かくは映しませんでした。ぜひ皆さんね、草津に行ったら細かく中も見てもらいたいと思います。草津温泉の歴史と文化をよく学ぶことのできる素晴らしい猿回しでした。いや、あれ行った方がいいと思いますよ。本当に良かったですね。で最後にまた湯畑を見に来たんですけど、見るとですね、昨日湯畑には全然ここの一番左のラインのところには沈殿物はなかったはずですが、今日はこんなに沈殿しています。もう1日でこんなに溜まっちゃうんですね。一方でお隣は先ほどここでなんかうまく中身を回収していったからでしょうね。昨日あんなに積もっていたのが全部なくなっています。2日に一遍ぐらいやるのかな。ものすごい量ですから、これ全部硫黄の沈殿物でしょ。そしてまたついにですね、草津、これ読みますか、さっきのまんじゅう屋の長寿店でまんじゅうを6個入り買ってしまいました。いや、買いに行ってみたんですよ。あの配ってるまんじゅう屋、普通に買いに行く分にはすごいいいまんじゅう屋でして、あの行けばなんか必ずまんじゅうくれてお茶飲ましてくれるし、まあ値段も別に高くないし、まんじゅうも普通に美味しいですからね。それで行ったらおじさんもね、普通にあ、お待ちしてましたって言いながら、あ、僕の顔を覚えてくれてたんだと思ったんですが、まあ、それでまたさらにまんじゅうをもう一度くれそうになったんで、いや僕は今日は買いに来たんだからもういいんですよって言ったんですけど、いや昨日は昨日、今日は今日でまたほら食べなさいって言ってですね、あのわざわざもう一度お茶とそれからまんじゅうを出してくれて、それをもう一度食べながら買って帰ってきたというところでございます。6個入りで600円です。今まで多分このまんじゅう屋さんにタダで10個ぐらい食わしてもらってると思うんで、まあいいんじゃない。さてまた草津温泉駅に来ましたが、ここからですね、長野原草津口というところまで JR バスで行って、特急草津号で帰るというのが、まあ、想定していた帰り道ではあるんですけど、まだだいぶ帰りまで時間は余っています。でここから急な山道をずっと登り続けて、標高1800メートルぐらいのところですね、だいぶ先の方まで行きますと万座温泉というスーパー草津みたいなちょっとやばい感じの温泉があってですね、面白いです。せっかくなのでここから万座まで行き、こちらのですね、万座香沢口というところに抜けて、今日はこの万座香沢から帰ろうと思います。つまりもう一箇所今日温泉に寄ってから帰るというわけです。草津同様にキャラの濃いすごいところだと思いますよ、万座は。ただし現在草津から万座まではバスなどを乗り継いで2時間半とかですね、時間がかかってしまいます。とてもなんか連チャンで行けるようなところではないんですが、タクシーで行くことはできまして、20キロぐらいしか離れていないので割とすぐです。万座火山は6160円ぐらい、多分1万円から万座温泉まではね、そのぐらい。今回ダイナミックレールパックで安くなる値段がですね、ちょうど1万円ぐらいですから、まあその分をタクシー代に当てればいいでしょう。あそこにタクシーがいますわ。あら、今1台行っちゃいましたね、空車のままで。あのタクシーに乗れば1万円売り上げになったんだけどな。せっかくここまで来たわけですからね、今回はダイナミックレールパックで安くなった分の金額をこのタクシー代に使って万座温泉も見て帰るというわけです。草津のようないい温泉というのは大概活発に活動している火山の近くで湧くんですけれども、この辺りにはですね、本白根というすごい活発な火山がありまして、あまりにも活発すぎて近づけないようなところです。湯釜という乳白色の水をたたえた素晴らしい綺麗なところがあるんですが、臨時休業と Google マップには出ています。火山活動が活発すぎて立ち入ることが禁止されているそうです。前方もだいぶ見づらくなってきましたが、この辺りにはとにかく通過気をつけて通過しなければならないという殺生河原という地区があります。ちょうどですね、もうそろそろなんですけれども、ここだけ一部植物が生えていないんですが、昨日見た草津の西の河原もそうでしたが、火山ガス、すなわち硫化水素、まあ、毒ガスですね、人を死に至らしめることもある毒ガスが流出しているようなところなので、この辺りでは駐停車厳禁となっていて、私もさすがに窓は閉めた状態で通過したいと思います。この辺りがそうです。ちょっともう見えないかな、今日はね。
でも植物がだんだん多分枯れてきているという光景は感じられるんじゃないですかね。殺傷ゲートってのがあるわ。もうあまりにも危険すぎると自動的にガスを検知してここも通行止めになるんでしょう。硫化水素発生地点につき立ち止まらないでくださいとかですね、植物がだんだん入ることが難しそうな光景になってきました。本来なら多分すごい光景なんでしょうけどね。でも一気にさっきまで沿道が緑に包まれていたその光景がなくなってしまったよ。すごいところですね。実際に多分もっとすごいんだと思いますが、駐停車厳禁の看板が出てですね、車の中にもすごい濃い温泉の香りが、うわ、湯畑では到底感じないような匂いです。少し進みますとですね、沿線にもこう緑がまた復活してくるので、ここら辺まで来ればガスの濃度もそれほど高くはないということでしょう。植物も生きていることができるわけですから、我々もきっと大丈夫です。灯台がありまして、ま、今日は全く何一つとして見えないんですけれども、でも逆にすごい煙、もう雲がね手に取るようにここにありますよ。ミストサウナの中に入っているみたい。そんなところを人に運転させてるんですから1万円じゃ安い気もするわ。まさに雲の中ですよね。この映像でわからないかもしれませんけど、窓を開けていると車の中に雲が続々と入ってきますわ。万座までの間のこの峠越えの区間では標高2000メートルぐらいにまで達するそうです。今ちょうどそのあたりだそうです。確かに沿道の植物がもうなんか違いますもんね、下界とは。こんなところまでタクシーで来られるんだからありがたいですよ。雪も普通に残ってますもんね。もうそろそろ7月になりますが、7月になっても残りそうです。こんなことあるの？ちょっとどっか泊まれることあったら泊まっていただいていいですか？びっくりしたんですけどね、運転手さんがおっしゃってたんですが、本白根のところまで来ると急に晴れてることがよくあるんですよ。本当に晴れてるわ。さっきまであんな霧の中で何も見えなかったのに別世界に来たようです。せっかくなんでちょっと泊まってもらいました。こんなことあるの？これがね、本白根です。上に登っていきますと、もうそのすぐ裏なのかな、湯釜というすごい色の湖があるらしいんですが、残念ながらそこまで上がっていくことはできません。火山活動が活発なので立ち入りが禁止されています。私も命が惜しいですからね、そんなところまでわざわざ行かなくてもいいやと思います。逆に言うと道路とかを走っているだけであれば、まあ十分に監視とかね、あの対策のガスの検知器とかも設置されていると思うので問題ないでしょう。いや、よく晴れてますね。不思議だ。この標高ですからね、紫外線もなんか強いような気がします。じりじりという感じ。あそこがですね、もうちょっと先も見えないようなとんでもない霧深いところだったんですが、突然世界が一転するんですね。これどういうことなのかな、気象学に詳しい方はぜひ教えていただけるとすごい嬉しいんですけど。山の多い日本は楽しい国ですよね。そこにある雰囲気のいい建物はトイレです。良さそうな湿地帯がありますわ。おー、今度来た時はここもまた見ていきたいね。ちょっとまた今度来ようと思ってるんですよ。ちょっと品種はわからないですけれど、おそらく鉱山特有の植物ではないかと思います。こういう湿地帯とかに見られるような。嬬恋村に入りますが、すごい景色ですね。日本中いろいろ行きましたけど、なかなか見ないタイプの場所ですよ。向こうに行きますと長野県渋温泉とか、前に紹介した湯田中温泉とかに続く道なんですけれども、ここで道を分かれます。私らは国道292からはおさらばして、あとは万座温泉へ標高で言えば200メートルほど下っていくことになります。着きました。ここが万座温泉です。草津温泉よりもね、単体の迫力がすごいあるかもしれない。むしろこの向こうに万座温泉湯畑なる場所があるそうです。正直草津よりもなんかやばい感じがしますね。草津はここまでのなんかもう毒ガスが出てるから近寄るなみたいなことは書いてなかったんですけれども、万座はそういうのがたくさんあります。まあとはいえ普通の観光地になってますからね、あの十分観光として、あの全く問題ない場所だと思いますんで、別にあの行っちゃいけないところとかに行かなければ安全の確認はされているはずです。というかそういうのやってるというのはね、いろんなところで発表されてます。絵の具で塗ったような色の濃さですよ。もうなんか水とは思えないよな。ちょうど12時ですかね、雪山参加の曲が鳴り始めました。遊歩道があるんですが、この遊歩道もどこまで今入っていけるのかは分かりませんが、昔の様子など紹介してくれています。昔もこんな湯治場だったんですね。標高2000メートル、そして
硫化水素がこの辺り届いているわけですから、坂もゆっくり進みたいと思います。うおー、なんかやばいな。ちなみに硫化水素というのは空気よりもだいぶ重い気体なので、まあここだったら多分大丈夫なんですけど、あのくぼんでいるところとかにですね入っていってしまうと、そこでもうものすごく高濃度になっていって、入ってちょっと息を一回吸った瞬間体中にそれが回り込んで、全然もう酸素が回らず、一瞬で意識を失って死んでしまうみたいなことになることもあるそうですから、十分お気をつけになってください。くぼんでいる場所にはもう僕は怖くて近寄りません。あそこにありますね、これが湯畑、まあ、さっきもね下で見たやつなんですけれども、万座温泉の湯畑と呼ばれているのがここです。色がもうなんかちょっと普通と違いますよね。映像で見ていただいていると白く濁ったお湯に見えると思いますが、実際にはね白というよりも黄色、かなり濃い黄色をしています。ここから万座温泉のいろいろなところへお湯を引っ張っているのだったと聞いています。確か草津とかも多分そうなんですけど、こういったところのお水って酸性度がすごい高くてですね、まあ、魚も住めないし水道水としても使うことはできないんだそうです。何キロも離れたところの沢から pH の低い水を引っ張っているのだといいます。ゆっくり静かに階段を大きく息をしながら登ります。頭が痛くなっちゃうかもしれないからね、高山病とかで。これが万座温泉の景色ですね。うん、こういうところを地獄と呼ぶことがあります。ちなみにここまでのタクシー代はおよそ8000円ぐらいでした。8800円ぐらいだったかな。もう酸性の空気のせいなのか、もうちょっと怖くてここも踏めませんけどね、ボロボロになって魚の骨のようになっています。草津にもこういうのはありましたが、それ以上です。まあ、整備がそこまでちゃんとやってないからというのもあると思います。向こうの湯畑の方からですね、硫化水素硫黄成分を含んだガスがこちらの方に流れてきて、ちょうどこの岩と相性がいいのか岩の上で成長しています。こういうのなんか自然硫黄というらしいですね。上の方にニョキニョキと生え揃っています。鍾乳洞みたいですね。だいぶしっかりと生えてますわ。多分手で触るとすぐ壊れてしまうやつだと思うんで、触らないで大切に保護しておきましょう。お昼ご飯はですね、万座プリンスホテルで食べることにしました。万座は昔から西武グループが開発していて、今でもこの大温泉地として栄えているのです。大温泉ではないかもしれないけどな、標高1800メートル、こんなところなのにプリンスホテルがあるのはありがたいですよね。軽井沢の2倍ありますからね。うまそうな。そして割とこんな標高1800メートルのところなのにね、値段もお手頃なメニューが並びます。ご飯できるの待ってる間にですね、ちょっとレストランの目の前にある庭を散策。すごいいいとこじゃないですか。あ、なるほど、冬はスキー場になるんですね。標高が高いですから雪が降るでしょうね。帰りはこの谷をバスに乗って万座風和口駅まで降りていくことになるはずです。工夫を凝らしたケーキセットがいろいろ販売されてるんですけど、これ面白いですよね。焼きミルクという名前らしいんですけど、表面はこうパリパリに仕上げられてるんだ。でもプリンではないらしいです。これわずか600円ですよ。こんなに量があって600円でいいなって思うんですけど、いいじゃないですか。なんかこの牛乳の中にフルーツみたいなのが入ってるのか、フルーツ牛乳みたいな味がするんですよ。そのいわゆるフルーツ牛乳とは全然違うんですけど、すごい美味しいわこれ。お切り込みうどんもいいかなと思ったんですけど、美味しそうだったんで五目あんかけご飯にしました。そして我々も13時からですね、露天風呂を日帰りで使うことができるというんですけど、相当素晴らしいですよね。匂いの濃い真っ白のお湯が沸いている、ここが万座プリンスの日帰りの温泉なんですけれども、他にもね、もう一つ西武グループの、万座高原ホテルというのがありまして、そこには8種類もの湯船から、こっちもなんか良さそうだな、こっちにしようかな、これどっち入ろうかなっていうふうに迷ったんですけど、このね石庭露天風呂は混浴らしいんですよね。ただね、混浴の方はあの水着みたいなのを着てお風呂に入るか、タオルを巻きつけて入りなさいみたいな、ちょっとまあ手間がかかるようなので、じゃあこっちの方がね、目の前にこの絶景を見ながら、この真下にお風呂場があるそうですから、その温泉もなかなか素晴らしいんじゃないかな。プリンスホテルの風呂に入ることにします。入って出てきましたが、いや本当に素晴らしい温泉でしたよ。ただここもね、実はあのほぼ男女混浴みたいな状態になってました。そんな面倒なことは、さっき言ったようなことは正直そこまで面倒ではなかったですけどね。そこら中からまた湧いてますわ。
こういう小さな沢もきっと舐めれば酸っぱいんでしょうか。実際温泉水はだいぶ酸っぱい感じがしました。温泉はね、まあ写真でも出てましたけれども、ちょうどこんな感じの色で、中にも湯の花がたっぷり浮いてて、一歩足を踏み入れるたんびにモコモコモコと下の方から上がってくるような、すごくいいお湯でしたよ。ただ男性の露天風呂と混浴の風呂がそのままもう連続して仕切りも何もないので、男の露天風呂に入るイコール混浴の風呂に入るということになってしまうんですよね。ここがですね、最後に訪れようと思っていました万座温泉のカラスキというところかな、まあ、さっきの殺生瓦みたいなところでガスがたくさん出ているすごい光景のところです。ここからですね、西武のバスが出ていまして、万座バスターミナル発草津温泉行き、軽井沢駅行きの、まあ、いろいろありますが、草津温泉に行くバスは今は多分ないと思うんですよね。実際には万座風間口駅鬼押し出し経由の軽井沢行きが1日に3本だけ運行されています。また温泉街の中心からは若干離れていて、上り坂が少しきついでしょうかね。ちょうど硫化水素のガスが通りそうな窪地のところだけ植物が生えていません。しかもなんかね、風がいつも右からこっち側から吹いてくる傾向にあるみたいで、この斜面の右側の方は植物生えてるんですけれども、左側はほとんど枯れてしまっていますね。硫化水素の香りもものすごく濃いですが、自分の体からもそれが発されてるみたいですね。この温泉の成分をたっぷり浴びましたから。ちなみに硫化水素の香りといいますが、本来は硫化水素というのは純度が高くなれば匂いはしなくなるそうでして、そんなところの硫化水素を吸ってしまうとまず助からないらしいです。あそこからいっぱい出てますね。あの辺行ったら相当やばいんじゃないですかね。どうでしょう。たっぷり硫黄成分が付着しています。じゃああとは東京へ帰りますか。ちょうど軽井沢からやってきたバスが今出発の準備をしています。大丈夫ですよ、あのバスに置いていかれるわけじゃないですからね。ここから先の道は歩行者は通行禁止、自転車も軽いバイクもダメで、有料道路なんですね。景色はいいかもしれません。万座温泉の最寄り駅は JR 吾妻線の、ちょっと読みますか、万座風間口駅なんですけれども、しかし実際にですね、もう新幹線ができてからは軽井沢までバスで行って新幹線で帰った方が早いです。新幹線のマークも書いてあります。いや、すごいところでしたよ。万座も久々に来ました。ちなみに今日行った万座プリンスの日帰り入浴なんですけれども、割引がありまして、なんかネットに割引券が出ているのを画面表示して見せると300円ぐらい安くなります。万座プリンス以外にもそういうのやってるところが多いみたいです。また他に紹介しませんでしたが、万座には日進館という旅館も湯畑の近くにありまして、東京からですね、無料でバスの送迎を行っています。だから宿泊代だけで泊まれるという結構いいところだと思います。有料道路とはいえすごい道ですね。万座はね、昔からいい温泉が湧いているということは分かっていたらしいんですけれども、あまりにも不便すぎて草津のように昔から温泉客が来るとかそういう場所ではなかったみたいです。もう昭和の中頃になってようやく我々が普通に行くことができる場所になったんじゃないのかな。いいですね、白樺の向こうに見える池なんて最高のリゾートじゃないですか。曲がりくねった大変な道はですね、西武グループ、今の西武観光が開発しているんだそれ。要するに行きの軽井沢の時と同じですね。ここを運行しているバス会社が普通にこの道路を持っていて、万座のアクセスを切り開いたというわけです。これができる前は相当大変だったはずですよ。この道は冬季も閉鎖されることはなく、そのため万座温泉は通年訪れることができる温泉地の中で日本で最も高い標高にあるのだそうです。星に最も近い温泉として売ってもいるらしいです。今万座の航空写真とか見てるんですけど、万座ホテルとかね、リゾート施設とかは温泉らしくちゃんとそれなりにあるんですよ。でもなんか人が住んでるところとか観光業に従事していない人が生活する場所みたいなの全くないんですよね。そういう人は住んでないのかな。ようやくですね、こんな風にして人の住んでいるところに出会いました。まあ道なんか有料道路作る前になかったから人が住んでないわけでしょうけど。お、帰りの電車が止まっているのが見えますね。あそこが万座風間口駅、止まっている電車が高崎行きの当駅始発の吾妻線です。吾妻線の電車の本数は少なく、このバスの本数も少ないですが、お互いに時間を合わせているので不便ではありません。お近くの降車ボタンでお知らせください。万座温泉よりも暖かくなりました。ここが万座風間口駅です。名前は有名なんですけど、僕も実は来たことがなくて初めてですよ、ここに来たの。これはですね、万座
天香沢口駅なんですよね。あの正式な駅名の中に天が入っているっていうのは結構珍しいらしいです。僕香沢温泉も高校のスキー合宿で行かされたことあるんですけれども、あの万座温泉の他に香沢温泉も近くにあるので両方のアクセス地としてこれをつけることになったわけですね。高崎方面からずっと進んできてですね、草津温泉の玄関長野原も過ぎて吾妻線のほとんど最深部にある万座香沢口、本当は大前から先さらに長野県の、なんか須坂とかそっちの方に抜けるつもりだったらしいんですが、それが建設されることはありませんでした。豊野に抜けるんだったかな。で、切符買わなきゃいけないですね。長野原は240円、大人2人で480円、善光寺参拝記念、これいつの善光寺参拝記念、ちょっと気になりますが、オレンジカードで払います。ただいまこのカードは利用できません。イオカードは使えません。もういつの話してるんだ。僕が高校生の頃までは特急電車も来ていたんですけれども今は来ません。で、今回はダイナミックレールパックで、移動しているわけですが、これはねちょっと先に行った長野原草津口から特急に乗るという買い方をしています。でそこまでは別途切符を購入する必要があるわけです。この動画の最後に紹介しようと思いますが、おいいですね、万座天香沢口というふうにちょっとこう無理やり入力されている駅名、なかなかかっこいいと思います。ここにも昔はもう各方面にバスの時刻がずらっと並んでたのかな。今昔よりだいぶ本数も減りましたよね。草津温泉に行くのは1日に多くても2本、でもまだここから草津に行くやつもあるんですね。それから鬼押出し軽井沢方面がこれだけとかですね、他にも今僕が乗ってきたやつですね、万座温泉に行くのが1日3本、まあ、自家用車の時代ですからね。万座香沢口駅は妙になんか新しい感じ、こういう路線の駅としては結構珍しくてですね、高度経済成長期ぐらいに作られたのを今でも使い続けています。お客さんはいないんじゃないかな。でこの普通電車に乗って高崎まで行きますとだいぶ時間がかかりますが、そうではなくてこの先もうちょっとだけ乗ると特急電車に接続しています。同じホームですぐ乗り換えられます。愛媛表に海抜が書いてありました。779メートル、ずいぶん降りましたよね。さっき1800でしたから。昔はボックスシートもあったんですけども今は全部ロングシートになります。4秒使えるけど誰もいいんじゃないかな。お気楽ですよね。他は群馬県嬬恋村です。おあれに見えるわ、万座行きの反対方面のバスじゃないですか。あっちはね僕らが乗ってきたバスよりももうちょっとお客さんがいるみたいです。まあチェックインの時間に合わせて軽井沢万座香沢口からお客さんを万座温泉へ運んでいる最中です。ここが嬬恋村の中心部ということになるのかな。気温は21度、だいぶ低いです。トンネルみたいなのがありますが、これは崖崩れ防止のための構造物ですね。つまりそういう風なものに出会う危険性があるから守る必要があるということだと思います。かなり立派です。ご乗車ありがとうございます。この列車は上がってません。普通列車の方です。なかなか見ない景色じゃないですか。こんなものに囲まれて横も崖崩れを防ぐためかな、コンクリートで固めたところにさらに草を生やさせているみたいです。まさか作り物イミテーションではないでしょう。万座も崖崩れが実は結構たくさんありましたからね、対策の必要なところだそうです。湧き水の豊富なこの吾妻線沿線は昔から水力発電もやはりたくさんやっていたそうです。これは最近のやつかな。すごい古い発電所とかがたまにあって面白いんですよね。これ水力発電じゃないですか。あったあった、そうこれですよ。これ長野原草津口の駅のところに昔ここからなんか奥の方に向かっていた鉱山鉄道があったらしくて、その鉱山鉄道の廃線跡が残っているのが見られるということでした。初めて見ました。またこの長野原草津口から向かい側に止まっている特急列車に乗り換えができます。草津と書いてあります。かっこいいヘッドマーク。上野行きの草津4号です。長い名前の駅ですよね。昔は長野原だったんですけれど草津温泉の玄関だからね。僕この特急草津号好きですし、やっぱり行きと帰りは違うようにした方がいろんな景色も楽しめて面白いんじゃないですか。ある東日本が発足して一番最初にデビューした特急用の車両がこの車両651系というやつで、結構古くなってきましたがまだ頑張っています。1989年のデビューかな。昔は常磐線でスーパーひたしとして使っていました。出す音とかもやっぱ昔風ですよね。
さてここから先はですね、線路がまた昔はここ左側に進んでいたんですけれども、その線路がダムを割と最近ここに建設した関係で水に沈んでしまいまして、昔の線路がここで左手にお別れということになります。まあ、廃線なんですけどね。そして昔、おっとこれか、ヤンバダムはダムを作るとか作らないとか言っていろいろと政治的な対立揉めもありましたが、最終的には建設してですね、今水をたたえているというヤンバダムがここにあり、列車はその横をトンネルで抜けて走ることになっています。ダム自体はあんまよく見えないんじゃないかな。そしてこの列車の4号車はグリーン車です。グリーン車もまあ昔風の、しかしどっしりとした3列掛けの座席なんですが、結構いいと思うんですけれども、あんまりお客さんは乗っていません。そして今回はダイナミックレールパックで申し込んだ関係でですね、普通車の料金、もともと割引されている普通車の料金にプラス1500円するだけでグリーン車に乗ることができています。普通だったらばグリーン料金は上野まで2800円もするんですが、ほとんど半額でいいということです。いい座席だと思いますよ。前後の間隔も広いし、窓も大きくてですね、足もこういう風に置くところがついてます。3列掛けでもね、なんかさすがにちょっと古いからか、これちょっとバグってるみたいですね。ただいま赤羽って出てます。この辺りには温泉が多く、今通過しているのは河原湯温泉ですが、あ、ヤンバダム見えますね、こっからなら。本当は河原湯温泉というのはこの左のダムの底にあった温泉地で、私も昔行ったことがあるんですけれども、今はもう昔の温泉は水の中に沈んでしまいました。足置きもありまして、靴を脱いで使うことができます。そろそろ抜けるかな。かなり長いトンネルでした。ダムはどうなんでしょうね。もう見えなさそうだな、ここからだと。ちょうどどっかここら辺からですね、ここら辺かな、昔の線路と合流します。さっき草津で買った長寿店の饅頭を早速食べようと思います。あそこの饅頭を配ってたおじさんによると、500ワットで30秒温めて食べるのが美味しいということだったんですけど、まあこのままでも美味しいでしょう。普通の饅頭ですよね。努力しサービスの向上に努めさせていただきますとのことです。まあ、書いてあるわ。なんか天ぷらのように揚げる、こんがり焼いてください、レンジで、なんかいろいろなアレンジがあるみたいですけども、北海道はなんか小豆 100% 同行で品質にはこだわりを持って作っているのだそうです。冷めたらこんな味なのか、すごいなんか新鮮な気分で面白いんですけど、冷めても美味しいです。お、何、中野城駅、これ風鈴ですか、これ全部。昔はね、干し柿を並べてたんだけど、今風鈴に変わりましたね。この後の普通列車を待っている人もたくさんいます。ここは島温泉、沢渡温泉の玄関口と書いてあります。列車は小野上駅の横を通過していますが、ここにですね、採石場がありまして、多分 JR の線路とかに敷いてある石をここから取って使ってるんじゃないかな。実際たまにここから運んでます。この吾妻線、もともとは温泉客を運ぶためではなく、戦争中に鉱物資源を運び出すために建設したらしいです。で、まあ、今でも採石とかを運ぶことがあるわけですね。今から吾妻川を渡ります。そうそう、見えてくると思うんですけど、この川にはたくさん温泉成分が流れ込んでいるので、確かなんか工業用水とか水として使うにはちょっと難しいところもあるような川なんじゃなかったかな。普通の川とは随分水質違うらしいですよ。それを渡ると左手には上越新幹線がありますが、たまにね、タイミングよく測ったかのようにここで上越新幹線が来てくれることがあるんですけど、まあさすがにそうやすやすとは来てくれないですかね。向こうが新潟越後湯沢方面です。
そしてまもなく主要駅の渋川に着きます。渋川もですねすぐ近くに有名な温泉地伊香保温泉というのがありまして、バスで25分くらいのところです。でこの伊香保温泉と草津温泉の間を直接行ってくれるバスというのが都合のいいことにありまして、上州湯めぐり号というあの草津からね新宿まで直行するバスなんですけれども、途中伊香保温泉に寄るんですよ。ですからその高速バスをうまく使うと草津温泉と伊香保温泉を直通して伊香保にも寄り道しながら帰るとか、そういう面白いこともできるわけです。渋川までは田舎のローカル線でしたが、ここから先は主要路線になりますから速度もだいぶ上がります。お客さんも増えてきますよね。新幹線もやってくる高崎駅に着きます。ここから上の上越新幹線に乗り換えればもっと早く終点まで帰ることはできますが、とはいえ新幹線に乗り換える分また料金が高くなるし、また乗り換えも、まあ、そこでねちょっと面倒が増えますし、そもそもそこまで大きくは所要時間は変わりません。このまま帰るのがいいでしょうね。ダイナミックレールパックでも乗り継ぎの発売というのはこの場合はやっていないみたいです。だいぶ山を降りましたね。もうすっかり暖かくなりました。高崎ってむしろなんか暑い方ですもんね。ここで停車時間がちょっとありますので乗り換えはしませんが、お酒じゃないや、お酒なんかいつも買わないんですけど、お茶を買っていきましょう。高崎は行きも一度通った場所なんですよね。今回の工程ぐるっと、これで群馬県から埼玉県に戻ります。あれ中山道67次の旅で僕が自転車で渡った橋ですよ。あれね、向こうにあるやつがそうです。ところで普通の指定席の方はどれぐらいお客さんが乗っているのかなと思いまして来てみると全然乗っていませんでした。ここまでか。普通車でもまあ良かったかもしれませんけどね。3号車指定席は1人しか乗ってなかったですね。グリーンより少ないわ。一方で2号車自由席はだいぶ乗っています。もうほとんど座席がどの列にも人が座っているぐらいには乗っているように見えます。もうちょっと少ないかもしれませんけど、草津号って、ね、自由席が7両中2両結構少ないので混みがちになるんですよね。前日までだったと思いますが、買えば 20% 引きになるエキネット特ダネというのもあるので活用してみてください。モーターの音がまたよく聞こえてくるのでいいですよね。ちょっとここの連結部分のところに垂らしてみましょう、マイクを。だからJR 東日本グループが用意している豊富な割引制度をいかにみんな知らないかということですよね。ダイナミックレールパックもね、駅ネット特ダネもあるのに、本当使わないのはもったいないと思うんで、まあ、キャンセル料の規定とかね、特にダイナミックレールパックとか違うところもあるにはあるんですけど、いや知っといて本当損はないと思いますよ。割引制度があるのに知らない人が多分どっちかというと多数派なんじゃないかな。みんなもったいないなと JR の車掌さんたちも思ってるはずです。掲示物とかどれも古いんですよね。手を差し出すと温水が出ます。このボタンを押すとグリーン車につながる扉が開きます。これもまたね、もう JR の歴史の一番最初がこれですから。最後にですね、これ楽しみにしたんですけども、わかります、飛鳥山公園のアジサイです。お、綺麗綺麗。今はね見頃なんですよ。そうなん、別に近所なんだからいつでもすぐ見に来られるんですけど、意外に穴場なんだな飛鳥山は。その後は鉄道マニア注目ポイント、奥車両センター、まあ、鉄道マニアというかあの僕の個人的な注目ポイントなんですけど、僕ブルートレイン大好きだったんで運転してた時は乗りまくったんですが、引退したブルートレインがまだこの辺に置いてあったりします。あ、いた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 、ほらほら、これいるんですよ。カシオペアとかも置いてあるんですよ。またここからは墨田区のスカイツリーも見えるんですが、上の方は雲の中に入ってますね。白根山は晴れてたんですけど、スカイツリーは雲の中に突っ込んでます。山の天気ってのは分からないですよね。草津もこんな感じの、なんならちょっと雨模様の天気だったのに不思議ですよ。でもあんなものすごい標高1800メートルか2000メートルのですね、万座みたいなところにもいろいろ行って散々遊んできて、最後に思うのはね、無事に山も降りてきて、あ、今回も幸せな旅行だったなということです。いい2日間になりましたね。
1人頭3万5000円ぐらい使いました。なんか1泊2日のね、平均予算っていうのが男性の場合は、7万円ぐらいらしい。そんなにみんな使うのびっくりなんですけど、なんかエアトリという会社の調査によるとそのぐらいだったらしいです。それに比べれば半分ぐらいの予算で1泊2日の旅行をしてくることができました。ちょうど今ね、反対側からこちらへ向けて私が乗っている車両と同じ651系がやってきているのが見えます。せっかくですから見てみましょう。そろそろ来るんじゃない？来た。ちょっと近すぎるけどね。1両分編成数えるのミスりましたね、撮影線の。今右に東北新幹線が通りましたが、この右側にある新幹線を使って軽井沢まで行きました。そして帰りはこちらの在来線を使って上野駅まで帰ります。ダイナミックレールパックのいいところですよね。行きと帰りで違う景色を楽しむことができます。そして今回のような周遊の遊びも割と自由にやらせてもらいます。上野駅は特急ホーム、確か僕の記憶違いでなければ15番線到着、あ、16番なのだ今は。僕この草津4号に乗ってよく温泉旅行から帰ってきたんで、上野駅15番の到着と記憶してたんですけど、数年前と到着の番線が変わったみたいです。まあどうでもいいことですね。特急電車で上野駅に帰ってくると、あまり使わない地上のホームから景色を見ることができますが、今日は四季島かなんかが止まってるのかな。なんか右にも左にも特別な電車がいるような気がするんですけど、あ、ちょうど四季島が出てくところですね。へー、四季島と反対側に映ってる、やばいやつがいるじゃないですか。お隣にも、なんかすごい時に上野駅にやってきたな。上野駅に着きました。上野駅のプラットフォームがちらりと見え始めた時点でなんかやばい電車がいるんじゃないかと思ってたんですが、すごいのがいましたわ。これはあの天皇陛下とかがお乗りになるようなデラックス車両です。あー、でもね、もう信号がついてるからもう発車しちゃいますわ。しかも残念ながら車内は、あ、車内見えてますね。ならちょっと見てみましょうか。デラックスなグリーン車ですよ。前後の間隔も広いし、まあ、僕もあの前に、実はこれ普通の人でも乗る機会がないわけではないので乗れるんですけど、この中で天皇陛下がお座りになるとしたら、多分この革張りのシートとかには多分座ったことがあるんじゃないかと思いますけど、どうですかね。ちょうど僕の乗ってきた草津号と入れ違いで車庫に改装されていくようです。これもあのさっき見た奥車両センターに改装されていくんですけど、本当に天皇陛下がお召し列車とかで乗る用の車両はですね、また別に1両ありまして、それを差し込むことで究極完全体みたいになるんですが、今はその天皇陛下用の超スーパーデラックス車両は真ん中に挟み込まない状態で上野駅にやってきていました。なんか四季島にあれに今日の上野駅はすごいものばっかり来てましたね。あ、変わっちゃったか。私たちを運んできた特急草津号もですね、まだヘッドマークを草津の状態で残してますねって言おうと思ったらば、今別の列車に名前を変えました。この後スワロー赤城号としてまた埼玉県とかに戻っていくと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。最後に上野駅で現れたトランスイート四季島号ですが、こちらは JR 東日本グループの看板であり、その旅行商品としての取り扱いをしているのは今回の提供のビューツーリズム&セールスです。また、最後に登場したですね E65 号系という素晴らしい車両がありますが、これもまたですね、ビューツーリズムセールスの日本の旅、鉄道の旅というサイトから、検索すると臨時列車の旅とかいうところですね、こんな感じの商品とかが出てきて、予約して実際に乗車することが可能です。そして安く多方面へのお出かけ商品を提供しておりますダイナミックレールパック、こちらもですね、またビューツーリズム&セールスでございます。さまざまな、ね、選択肢があります。主に東日本管内、そして北海道や北陸などへのご旅行にぜひビューツーリズム&セールスの、特に僕が推しているダイナミックレールパックもですね使ってみてください。東京へのお出かけにもですね、東京で宿泊とかそういうのにももちろん使うことができます。お願いします。ありがとうございました。